はい、それでは5歳の5月の2週になりました。成長段階は5段階に入っているという形なんですけれども、6歳期からですね大会に出ていると寿命が足りませんので、少し早いんですが5歳期から大会制覇かけていきたいと思います。ということで5月の2週といえばこちら M1 グランプリから始めていきましょう。はい、もうお待たせしました。金作がね、X の方とか、違うペニケレの動画でも言ってるんですけれども、もうこれピーク時におけるお金が足りないため、金作の冒険に出ていたんですけれども、まあ、取らなくて、12時間。12時間雪山を練り歩き、ようやくですねギリここまででお金が足りるぐらいの資金を稼いでくれたので、進める形が、取れておりますという形ですね。はい、やっていきたいと思います。でその冒険から解放された安堵感が凄まじくてですね、各年齢期のパラメーターを取るのを忘れておりました。すいません。ということで、5歳期でのパラメーターで一気にご紹介していこうかなと思っております。そしてですね、鼻が詰まっている上にちょっと昨日の動画があまりにも大事件すぎてまた喉をやりました。風がぶり返しております。ゴールデンウィークもね後半戦に入ってきているんですけれども、風がね治りきらなかったです。まあでもその分昨日とてつもないことが起きたんで、まあ致し方なしかなと思っております。はい、じゃあ孫悟飯やっていきましょう。ドルーガードで挑戦時のパラメーターを見ていきます。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じになっております。まあ結構強くなったんですけれども、ここで一つちょっと言っとかなきゃいけないことがあって、まあまあ見ていただければわかると思うんですけれども、回避がちょっと事故りそう。というのもですね、賢さまあないよりはマシやろ、賢さの耐久上げようということで攻めれる分だけ攻めた結果、ちょっと引っ張りすぎて見極め誤って回避がちょっとギリ感あるんですけれども、まあここからはあと回避を上げるだけといった感じではあるんで、なんとかなると思ってるんですけど、下手しい事故る可能性が出てきております。頑張ってやっていきましょう。いや、ここまでやってちょっと事故るの一番やばいですからね。ちょっと冒険で脳が疲弊してて賢さ引っ張りすぎた可能性がある。ちょっといつもだったらもう本当にね、頭脳明晰偏差値2億の黒部さんがね、もう頭キレキレの育成プランでもう間違いない育成をしていくんですけれども、ちょっと冒険で疲弊しすぎた、風も相まってデバフが相まってちょっとね偏差値2でしたね。かなり厳しいムーブをしてしまっていますが、まあ結果完成すればめちゃ強ワームができるんで頑張ってやっていきましょう。さあ突き上げ被弾ですが66ダメージ、へなチョコだな。さあこっち分からしてやろうか。ほれさめさ473よ、473。もうペニケルがしんどかったらこっちで楽しよう。まあ、ペニケルもいつかは報われてほしい。まあ何があったか昨日見てない方はぜひペニケルパート7だけでもいいので見てやってください。多分見てる側はめっちゃ面白いんじゃないかな。僕はブチ切れました。喉やりました。さあ根性で立ち上がりですが、ガッツ一発もあるし時間もあるし余裕なんだわ。はい、気持ちいい、楽しい。回避こそないけどね、しっかりと安定した立ち回り、技性能があるから楽しいね普通に。よっしゃ、こっちは楽していこう。どんどん倒していくぞ。さあルージュワンパン狙えるのかな、どうなんだろう。さすがに C の20じゃ取れないか。まあ、ちょっと狙えるだけ狙ってみましょう。クリティカル出れば多分問答無用ではあるんですけれども、さあガッツ回高速で回避が死んでいるので、花粉が他モンスター以上に気をつけなければならないといった感じ。さあこの3枚飛び込むの怖いですね。 OK、 一回花粉分なしにしてから前に詰めよう。まあ、ちょっとね、あの種が2発は必要経費。あちゃ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 、危ない、それマジで強いんだ。そう、突き飛ばし花粉で3枚飛ぶのマジで最強ムーブすぎる。 OK よ、いいよいいよいいよ、全然全然。これ本当はドレイン打ってくれたら理想なんだけどね。ちょっとガッツ溜まりにくい。ちょっとやめて、うわー絶妙に管理されたね。思い切って下がればよかったな。いや、さすがに前に行けるとちょっと思っちゃったね。ちょっと今偏差値2のムーブ出た。またやられる。危ねえ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 。まあまあ最後で一発分からせりゃいいだけなんで、まあまあまあ初動、序盤、中盤、まあ後半まではおーい。まあまあ避けるけどね。まあまあ知ってた知ってた、あえて打たせたんですよ、避けるって分かってたからね。さあじゃあ行きましょう。いやだ、残り10秒で分からせちゃうか。さあめさ、惜しい惜しいね。出るな。557てか 99% を無限に打ち続けるゲーム強すぎ。笑った。557だから、うわ、まあまあまあざっと2万。さあ肉弾戦車アスタウンドですが、さすがに余裕で耐えるか。硬すぎるよな。ライフ871、力984、丈夫さ937、激狩り補正でちょっと丈夫さデバフかかってるけど、さすがに硬いか。アスタウンドぐらい丈夫さありますからね。さあ打ってこう。47%、当たってもいいぜ。避けるんかい。マジ当たることをさ享受すると避けるよな。当たらないでーが当たる。あ、フラップでいいよ、逆にいいよ。おい来いよ、おい来いよ、
当たるんだ。どんぐらい食らう？さすがに痛え、さすがに痛えけど危機感覚えるほどではないですね。305程度なんだ。ヘナチョコだね。こっちの尻尾キックの方がダメージ出るんじゃね。なんなら出てる説あるよな。さすがに。さあ、じゃあもう一発いいよ。タックルとかでもいいよ。タックルさすがに当たりやすいか。いや、アッパーはちょっと消費がないんで、ちょっとフラプレがいいな。自信はちょっとガッツダウンが肝なんで、フライングプレス全然打たへんや。実は有能症だ。あ、避けちゃって、さあガッツさ十分。ここでじゃあ本物の火力見せてやろうか。さやめっすよ。ああ、もうええねんて、もうこっちはええねんて。ちょ、負ける、もう負けまずいよ。叫んなマジで。ああ、もう気持ちよくなりてえ。モンスターファームで気持ちよくなりてえよ、おいらは。よし、 KO できた、間に合ったから。いや、もう気持ち、ゴールデンウィークなんか確率壊れてない？じゃあ動画撮るなよって思う方多いと思うんですけれども、あまり叫ばせないで。喉に傷がついちゃうから、おじさん、あんまり叫ばせないでくれ、頼むよ。もう丁寧にしっかりと、もう堅実に強さを見せてくれ。8月2週やっていきましょう。ウィナーズハイでございます。もうアスターでやめてる。また龍角散の消費量が増えちまう。人類で一番龍角散を消費する男になっている。ゴールデンウィーク多分僕人類で一番龍角散食ってる記憶ある気がするわ。もうそれぐらい食ってる。喉がそんだけやばい。はい、やっていきましょう。で、現状成長段階6段階に入ってきているわけなんですけれども、まあさすがに成長段階厳しいんですが、まあしっかりと回避上げていこうといった感じで頑張ってきております。ではカーマインでまずは、あー、はい、じゃあ仕切り直してカーマインやっていきましょう。孫悟飯の挑戦時のパラメータ見ていただきます。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じ。352まで上がってきました。まあ成長段階6段階ということではあるんですけれども、適正 C ということでなんとか上がりつつありますが、普通はね、成長のあの6段階がね 5% しかないのですぐ終わっちゃいます。なのでだいぶ厳しいんですけれども、頑張るしかね。あと600、もうあと1年半ぶっ破すればなんとかなるかなとは思っております。やっていきましょう。え、3枚なの。あ、刻まれる。ちょっと賢さね、力に比べたらあんまり耐久ないんで、ちょっと刺さっちゃうんだよな。いや、もうちょいいけるかなと思ったんだけれども、もうちょいいけるかなをやりすぎてこうなってますからね。まあ、でもこれ750ぐらいで終わるんかなと思っております。さあ、しっかりとガッツ貯めてサマソ一発で分からせてやりましょう。そろそろワンパンが見たいところではあるんですが、M1 グランプリよりもヘンドゥで力が下がっているんで、ナイス、回避、いいよ。ちょっとね、ダメージ出るか怪しいところではある。さあ、しっかり貯めよう。いいよ。もうなんかもう 99% ってなんかもう嘘なんだって最近思うようになってきました。ここ2日で 99% どんだけ外してんねんっていう感じですからね。こっちのばっかり外して相手の当たりますからね。ほんまに意味わからへんわ、腹立つ。よし、行きましょう。さやめっす。オッケー、ワンパーン、ナイス、気持ちいい。すっぴんはいいね、さすがに気持ちいい、ナイス。さあ、ルージュですが、まあ、M1 グランプリで見ててもちょっとね、すっぴんのワンパンは無理なのが分かっちゃったんで、もうクリティカル祈りしないといけないといったところは厳しいっすね。でもね、そろそろこっち運のね、寄り戻しでちっと出てくれてもいいんだよ。こっちばっかりさ、不遇な確率さ、処和されてさ、悲しいぜ本当に。ちょっと上振れ見せてくれてもいいんじゃない。なんか一生下振れ続けてるよ、僕の体調とともに。リンクしてんのかな。僕の体調が下振れるとこっちの確率も下振れる。僕は体調良くなんなきゃいけないのかもしれない。クリティカルをバシバシ出すには僕の体調が上振れなきゃいけないんだけど、本当に叫ばせるからどんどん風邪治りが悪いんだよな。早く治ってくれ、頼む、もう。いや大丈夫、ここで一回役落としないよ。また黒部さん花粉もらってるよと思うでしょ。違うんだよね、あえてないよね、あえてなんですよ。さあ、ここで一回取れん。じゃあ本当に花粉打とうとすんのやめて。こいつマジでさ、ガッツ30ぐらいになったらさ、花粉狙いに行くのマジで天才が過ぎるから、本当にやめてくんない。本当に痛い。あ、終わる、もう。あ、我も。はい、次行こう。よし、はい、次行こう。はい。
さあ最終戦ガンジーですね。強いんだけど何して倒そう。まあ、負けはしねえけど、負けはしねえし、なんか何とも言えないお相手ですよね。まあ、刺されたけど52ダメージ、ナイス。どうしようかな、あんまり使ってない技、噛みつき結構使ったし、だから今のところタクが4つしかないからね。でポッシー、あポッシーは意外と使ってない。いや針か、あいいね、相手も針だし針バトルしようぜ。いやまずこっちも針ブスリといこうか。えい、脳天を貫く一撃。うわ、なんでそっちでクリティカル出んの。まあナイス、すんげえ火力出た、普通にすんげえの出たよ。さあ針よ、針よ、レギュ違反だよ。デスカッターはこういう技だけど、それレギュ違反だからね。おい針使えって、レギュ違反すな。よし、こっちはじゃあ針でしっかりとやりきっていこう。ナイス、出やるね、火力素晴らしすぎる。さあじゃあ最後に締めていきましょうか。もうこいつ針打たなそうなんだね。はい、オッケー、水強くで針、ちょっと遅延技として使ってる側面がありますけど、ここまで火力尖らせるとまあまあ出ますね。はい、じゃあ前半戦の4大大会ね、無事に勝つことができたんで、まあ、腹もあったんですけれども、まあ、いつか気持ちよくなれるように頑張って強くしていきたいと思います。本当に回避がねめっちゃギリなんで、なんとか頑張ってね、最低でも950は届かせられるように頑張ってやっていきたいと思いますので、また次回もぜひともよろしくお願いします。はい、次回はですね引き続き大会制覇の後半戦になっていきます。ワールドモンスター対グレイテストフォー、そしてレジェンドカップまでやっていきたいと思います。回避がどこまで上がるのか、その成長を楽しみつつ、また次回見ていただけたらなと思います。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった、マジで最近黒部さん確率おかしくない、一回お祓い行った方がいいんじゃねえのって思う方は高評価、早く風直せよって方も高評価。でもね、僕はね直したいんですよ風。この子たちがね僕の喉酷使してくるんですね。面白いけどね、ムカつくけどね、でもそれがモンスターファーム2だよね。はい、楽しみつつ風直していきたいと思います。はい、また次回もぜひともよろしくお願いしますね。あとチャンネル登録もね励みになりますんで、ぜひ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 よろしくお願いいたします。はい、じゃあ終わっていきましょう。ありがとうございました。